はい、こんにちは、小山武史です。今日もインターネットのことをお話しますけど、インターネットでビジネス、なんかよくアフィリエイトとかね、すぐ浮かんでうさんくさいと思うかもしれないですけど、僕はインターネットのビジネスだと思ってます。だからあなたがやりたいことをインターネットでただ単に表現する、で、インターネットを使うとより早くより多くの人にお伝えできると思うんですね。の人へ、だから一つのツールなんです、インターネットを使う。インターネットのビジネスっていうわけじゃなくて、あなたのなんかビジネス、役割、使命とかがあって、それをインターネットでより早くより多くの人に伝えるためのものが、インターネットビジネスだと思ってください。で、どういうものを使ったらいいかっていうと、まあこういうふうに喋ってる僕は YouTube で、ブログ、ワードプレスですね、僕のやつも、まあホームページ兼になってますけど、県でなってますけど、で、あと、Twitter、Facebook、で、あとメルマガ。で、ほとんどの人が全部ほとんどやってますので、稼いでる人は。だから、これをまずやると。で、よく言いますけど、まあ、こことここが難しいと。ここは簡単ですね。みんなやってるか。で、YouTube とメルマガが難しいと思われるかもしれないですけど、まずは始めてみると。僕、大学生の時でもメルマガ始めてましたし、ほとんどその後ぐらいも YouTube やってましたんで、ぜひ、やってみられて、みんな稼いでるっていうことは、そして特にこっちですよね。これは絶対にこれをやらないとお金を稼ぐことができないと。なんでかっていうと、これとかほとんどって全部待ちのツールなんですね。待ってる状態。なので、こっちは営業マンが行くっていうか、自分から自ら反強制的に行くような、まあこっちもうちょっとしたら LINE が出てくるとは思うんですけど、僕も LINE 今勉強中ですけど、こことここが、反強制的に、そのあなたの知ってる人、あなたを知ってる人、あなたに興味がある人のところにメッセージをくれるものがこの2つなんで、まずはこっちですよね。絶対に、始めていただくということは必須になってきます。ぜひ、メルマガ始めてみてください。僕は JCT さんを使わせていただいています。以上です。ありがとうございます。